ミャンマーの平和を願い、軍のクーデターで現在も身柄が拘束されているとみられるアウン・サン・スーチーさんの写真展が富士宮市で開かれています。この写真展は、軍のクーデターによって多くの犠牲者が出ているミャンマーの一日も早い平和を願い、アウン・サン・スーチーさんの長年の友人が中心となって企画したものです。 会場には40枚ほどの写真が展示され、スー・チーさんの父親で、かつて静岡県内に滞在していたアウンさん将軍をはじめ、家族との1枚など貴重な写真を見ることができます。1点1点も本当に貴重で、この写真を皆さん見ていただければ、全くスー・チーさんも普通の女性だったってことがわかると思うんです。 この写真展はあすまで富士宮市役所で開かれています。